西福は福岡県福岡市にある以下の大学からなる大学群である福西とも呼ぶ西南学院高等学部出身の溝口梅太郎が福岡高等商業学校を創立したことから両大学には昔から縁がある一例として両大学の野球部は九州六大学野球連盟に所属しているが毎年春に福岡ドームで行われる公式戦は 最伏線と呼ばれており、双方の応援者による応援合戦も行われている。これらは学校行事としても認知されているほか、地元ではしばしば話題になる。このように、両大学はもともと大学野球の対戦カードを中心として成立した関係である。両大学は、九州地方の総合私立大学としては、入試難易度最上位グループを占めることから、いわゆる受験スラングとしても、 西福、福西という言葉が定着し、例えば、河合塾の大学受験課には、西南、福大選抜文系スタディサポートコース、代々木ゼミナールの大学受験課には、西南、福大文系コース等の講座があり、また、北九州予備校では、毎年11月に、西南、福大プレテストという模試が実施されており、それらをはじめとして、 地元九州の各々の予備校のコースや高校の大学合格実績等でこの受験スラングを用いている例が数多く見られる。再復戦は約60年以上続く伝統の試合で九州の総計戦と呼ばれることもあり、かつては球場が満席になる目玉カードだった。だが、最近は両チーム間の実力差が顕著になったことやた、スポーツの台頭もあり、 野球の再伏線に関しては人気が低迷している。2006年には西南学院大学関係者を中心に米大リーグにあやかったファンサービスの企画を取り入れた。試合では米国人 DJ によるメンバー紹介や公主交体感の BGM 演奏のほかミニゲームを実施するなど再伏線を盛り上げる方法を考えている。 1997年11月末で福岡市で閉鎖が間近に迫った平和大球場での最後の再復戦があった。雨の中、試合は球場との名残を惜しむかのように延長13回までもつれ込む熱戦。西南学院大学が福岡大学にサヨナラ勝ちし、球場最後の大学野球を締めくくった。当時会に低迷していた西南学院大学が 人数でやや勝る応援団の後押しを受けて検討、周囲を走っていた福岡大学を下すバングルワセを演じる名勝負だった。ありがとうございます。